石田光史郎は、日本の政治家。衆議院議員、公明党委員長、総務長長官、公明新党代表、新進党副党首、公明党最高顧問などを歴任した。北海道出身。旧制明治中学、明治大学小学部卒業。実刑は、参議院議員を務めた石田次男。北海道札幌市生まれ。 明治大学小学部を卒業後、政教新聞広告部に勤める。1967年1月29日、第31回衆議院議員総選挙に、愛知ロッ区から立候補し、初当選。公明党臨時党大会で公明党副書記長に就任し、19年にわたり勤める。1986年12月、衆参同日選挙後に行われた、 公明党大会で公明党を筆頭副委員長に就任する。1989年、平成元年5月に、明電光事件により公明党委員長、矢野淳也が辞任したことに伴い、公認として、党委員長に就任する。1990年2月18日、第39回衆議院議員総選挙において、公明党は、社会党と選挙協力を行うが、 50議席代割れの選挙結果に終わり敗北した。社会党、民社党との社交民路線による社交連合政権構想を打ち切る。以降、積極的に自民党との連携に動いた。1993年6月、公明党は宮沢改造内閣不信任決議案に賛成し、7月18日に行われた第40回衆議院議員総選挙で、 五十議席代を回復。七月三十日には、非自民連合政権構想に合意する。一九九三年八月、細川内閣で、総務長長官に就任する。直後の衆議院予算委員会質疑で、自民党の野中博文亀井静香から、公明党の支持母体である、総科学会名誉会長池田大作に対する承認、関門を要求され、 国会が紛糾した。1994年4月、首相、細川森弘の辞任により、羽田内閣が発足し、総務長長官に留任する。同年6月、羽田内閣は、総辞職し、自民党が社会党委員長、村山富一を主犯とした、村山内閣を成立させた。1994年12月5日、 公明党は公明新党と公明に分党し、石田は公明新党代表に就任する。1994年12月24日、公明新党は新新党結成に参加し、石田は新新党副党首に就任する。1996年10月20日、第41回衆議院議員総選挙において、選挙地盤を元中日ドラゴンズ党首で、 野球解説者の三沢氏に譲り、三沢は愛知四区で当選する。自身は、東海比例代表として、立候補し、再選する。1997年12月、新進党内に、党内派閥の交友会が結成され、参加する。その後、新進党は、回答した。1998年2月、新党平和が結成され、 新党平和上任顧問に就任する。1998年11月、衆参統一の公明党再結成により、公明党最高顧問に就任する。2000年6月、通常国会閉会後に政界を引退。公明党名誉顧問、総価学会中部総主事に就任する。2006年9月18日午前8時50分、特発聖敗戦以により、 名古屋市内の病院で死去。去年76。ありがとうございます。